お医者さん、佐藤君も全然経緯が分かってないと思うから、はい、ざっくりざっと、はいはい、短いですよ。はい、いいですよ。佐藤と申します。エイジのメンバーです。そう、起伏して3年半ぐらいになりましたね。それまでは7年間ですね、平成16年の入信創価学会入会で着服されて、でまあコツ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 やってきたんですよ。遊説とかしたり、お結構活動家、多分バリ活のこと、バリ活するね。で遊説カードとはかなりのバリ活だよね。3回ぐらい乗りましたからね。あ、まあそうやって言われた通りにやってたんですよ。で、まあ、最初ちょっと話戻って、作服された時に、何にも分かんないじゃないですか最初。でもうこの生きてる人をこの崇めるっていうのがもういは考えられない。抵抗あるよね。あの親父をと、でそれだけは絶対嫌だって言ってたんですよ。で3年間ずっと着服されたんですよ、同じ人から。でしかもそれは当時の彼女で、6個下の高校生だったんですよね。でよく考えた時にこの3年間ずっと同じこと言い続けれることなんかあるかなと思った時に、あ、鬼なのかなと、そう思った時に、あ、もうやってみようかなと、で、まあやってみたんですよ。で、その前にですね、ブックオフで100円で、基礎創価学会基礎なんちゃらみたいな、入門みたいなのがあって、あ、読んでみたんですね。それが昭和55年発行のものだったんですよ。日蓮召集創価学会時代の、あ、政党教学なんです、まあ一応。で、最後の方に創価学会の遠隔みたいなこと書いてて、要は信徒団体であって、名誉会長は信仰の対象じゃないと、ただのこの、ね、会長だと。あ、分かったっていうことで、でも破門なんて分からないじゃないですか。あ、そうか。で、そのままスッと入っちゃったんですね。今も思った。で、まあ、そのままコツコツやってきたと。7年間やってきたら、もう、かすりますけど、最後はですね、もう、うつのどん底で、もう消えたいと、毎日ずっと思ってたんです。で、そうですね、皆さんのお話、さっき聞いてても思うんですけど、スマホを手にした時からって、多いでしょ。僕もそのタイプで、スマホ、今までネット触ったことなくて、スマホに変えて、もうどうしても YouTube 見ちゃうじゃないですか。で、まあ、豊田さん見てちゃって、もうテレビも何も見てなかったんですね。もう見るもの聞くもの、まさに地獄ですよ。もう存在そのものが地獄の時に、豊田さんのこの動画を見た時に、何ていうんですか、その時このうつの薬とかものすごく強いのを飲んでたんだけど、なんていうんですかね、豊田さんの声が心地よいいんですよ。で、もうこもり歌ですよ。それがないと寝れなかったんですよ。だからもう、多分僕、なんていうんですか、大丈夫なんですか。そっちの気はないけど、いや、本当そうだったんですよね。もう、強い薬がでも寝れなかったのが、豊田さんの動画で、もう時間だけはめちゃくちゃあるわけですよ。もう仕事もできなくなっちゃって、でずーっと一日中見るでしょ。多分僕見てない動画ないと思いますね。なるほど。全部見たんですよ。全部。確かに俺より詳しいもんね。俺言ってること忘れてること覚えてる。一回消されたでしょ。そうそう。YouTube。一回 YouTube の一回か二回や。小田さんが上げたのが全部消えたことがあるんですよね。だからその前に全部見てたからよかったんですよ。今全部上がってないですもんね。95% ぐらい復帰してる程度かな。それずっと見てて、サーバーじゃなくて、一つは横やりが入って、で、まあ、結局表向きは著作権侵害とかなんとかかんとかっていうそれを来るんですよ。で、その一つのアカウントで3回そういうものが出すと、もう自動的にアウト。それをだけど、さもないことなんだと思うんだよ。そんなもろに人の曲を使ったとか、そんなないから。結局その危ない、なんか選挙のすごく込み入ってる時とかいう時にそういう苦情が
こう来るんでバンバンって、うん、で 3つ入っちゃったらしいんだよね。うん、でこう一気にドサンって、うん、それ2回あったかな。2回でしたか、ね。うん、一発目があって2回目もお子さんとこのなんかやる時にあった。あ、でそれで今アカウント分散しようと、やっとそっちが回って、うん、でももうだから戸田さんのが声がこもりえた、うん、不思議なんですよ。誰も分かっとるなここの声って思えたもんね。だから今思ったら声仏事をなすとか言えたのやつが、うん、声仏事をなす、名付けて今日となすってあるんだよね。うん、まさにそ不思議なんですよ僕にとっての。その戸田さんの声聞いてる時だけ安心できるんですよね。内容じゃなくて、声が、いや内容も、まあ、どっちもだと思うんですよね。うん、内容も、あ、なるほどな。だってそれまでもう創価学会の競技でしょ。うん、でなんとかなんとかごまかしながらやってきてたんで、うん、一緒ですよ検討会と。うん、なんか納得いかない、ね。うん、でも納得もできる。そうか、そうそう、信じられない。最初に聞いた時は本当にね、こんな普通に喋れる人じゃない。もうただもう本当に、まあ、愛想笑いとか愛想でね、あの話するだけで、もうそこにボソーっと立ってるって感じ。いや、戸田さんに一番初お会いした時、まあ、僕もう引きこもってた。何年間かそうしてたことないです。 3年ぐらい引きこもってたんだね。うん、でまあ買い物には出もうしょうがないって出なきゃいけない、うんうん、けど、まあ、戸田さんがいらっしゃるといらせるってことで、もう大冒険で、空港まで行ったんですよ。空港まで行ったの？で、行き違いで、あ、一緒にあったのか。で、あの、まあ、なんとかっていう、まあ、あるところでお会いしたんですね。うん、だからもう本当久しぶりに外にっていうか、僕からしたら、まあ、都会に下山、降りてきたわけです。すごい山の上の方なんですよ、家が。うん、なんかしてみんなこうなってるでしょ。しかもその一番上の家なんだよね。